サルゲーニャ君主一覧では、サルゲーニャを統治した支配者について列挙する。サルゲーニャ全土を支配した者はいない。サルゲーニャは11世紀にサイバンクと呼ばれる4つの自治区に分割された。何人かの者は時折、王の称号を用いた。何人かの者は神聖ローマ皇帝の許可の下で、サルゲーニャ王の称号を用いた。全土を実行支配した者はいなかった。 1297年に、アラゴン国王ハイメ2世は、ローマ教皇ボニファティウス8世から、レックス・サーディニー公式の王号を受けた。サルデーニャの実効支配は、ピサに対する遠征を経た後、1323年以降である。ユトレヒト条約で、オーストリア継承戦争が終結した後、サルデーニャはオーストリアに譲渡された。 4カ国同盟戦争の間の1718年にスペイン軍はサルデーニャに侵入した。神聖ローマ皇帝カール六世はハーグ条約でサボイア公国にサルデーニャを譲渡した。サボイア家の君主は自らの根拠地であるトリノに首都を置いたが自身の称号としてはサボイア公よりも格上であるサルデーニャ国王を用いた。ただし世の代数は サボヤ君主としてのものを共通で用いている。1859年から1861年の間にサルデーニャ王国はイタリアの主要な諸国を併合した。1861年3月17日、ビットオリオイマヌエーレ2世はトリノの議会においてイタリア国王即位を宣言した。ありがとうございます。